世界的に見ても物価高騰は避けられない時代へ突入している中、日本は次期戦闘機開発を急加速で開発が進むかな、本格始動しているジャイゴに異変との情報をキャッチしました。今回は F3 戦闘機開発に忍び寄る高コストを詳しく見ていきますね。忍び寄るで言うと、サウジアラビアが忍び寄っているのをご存知でしょうか。イギリスやイタリアは参加に賛成のようですが、日本だけが難色を示しています。今後どのようになるのか待ったなしの状況です。オイルマネー欲しいのか。かつて、次期戦闘機や F3 と呼称されていた日本の F2 の代替機を開発する計画は、2022年12月に、イギリスとイタリアとの3カ国共同によって推進されることが決まり、その名称も、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムであることが明かされた。ただし、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムには、その名称に戦闘機を表す単語は使用されておらず、有人、無人を問わず、単体の戦闘機開発に止まらない、新たな航空戦力のシステム化を目指す方針であると説明されている。そうは言うものの、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの最大の注目点は、やはり、現行の有人戦闘機、日本は F2、イギリスとイタリアは、ユーロファイタータイフーンを代替する機体の開発であることは間違いないだろう。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが正式に発表される1年ほど前までは、日本の次期戦闘機開発の協業先は、従来通りのアメリカに落ち着くと見る向きが多く、その企業も、ロッキード・マーチン社の優位は揺るがないと目されていた。しかし、日本の F2、イギリスのユーロファイタータイフーン派、2035年を目途に、その代替機を稼働させる必要に迫られており、このスケジュールに、アメリカや同国の航空企業はメリットがないと判断したものと考えられている。アメリカは、同国空軍を中心として、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスと呼称する計画を推進中だが、こちらは、有人戦闘機としては、現行の F2 にラプターを代替し、同機が無人航空機を随伴させることが想定されている。アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスを通じて開発される有人戦闘機の実戦配備は、当初予定の2040年代から少し前倒しされて2030年代を目指していると現在は考えられている。そして、この NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスを通じて開発される有人戦闘機は、ボーイング社とロッキード・マーチン社のいずれかが主契約者となると見られるが、2024年6月時ではどちらになるのかは未定である。現在のアメリカを含む西側諸国で導入が進む F3 ゴライトニング2の開発を主導したのがロッキード・マーチン社であることを踏まえれば、これらいわゆる第5世代戦闘機に関しては、採用実績のないボーイング社が不利で、ロッキード・マーチン社が優位であると見る向きが大勢を占めている。ただし、このアメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスを通じて開発される有人戦闘機は、現状では海外に輸出する計画はないと目されており、つまり、その機体を、これまでのように日本が調達する可能性はない。アメリカ側としては、ロッキード・マーチン社を通じて、日本の F2 の代替機については、同社の F2 にラプターと F3 ゴライトニングに、を融合させたような機体を提案されていたと伝えられているが、それについては、日本側が自国主導の立場から断ったとも言われている。こうしたアメリカ側の対応を検討した結果、日本は F2 の代替機となる有人戦闘機の開発について、戦後初となる主要兵器をアメリカ以外の国と共同開発するという新たな道として、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの参加を決めた。日本としては、F2 の代替機の開発は、絶対に成功させる必要があり、それは、同機が現状になっている追艦攻撃任務を、過不足なく継承するということはもちろん、戦後初のアメリカ以外の国との主要兵器の共同開発という取り組みを、無事目的通りに完遂することが求められている。こうした命題を課されたものが、日本にとっての GCAP、グローバルコンバットエアプログラムであるが、政治的には、この2024年6月に、日本とイギリスとイタリアの3カ国が、
この計画を推進するための重要な条約が日本の参議院を通過した。これは日本とイギリスとイタリアの3カ国が GCAP グローバルコンバットエアプログラムを推進する3カ国の政府機関として JIGO を設立するという内容であり、参議院の本会議において可決されたものだ。この日本の参議院の本会議での JIGO の設立に関する条約の可決は、政権の連立与党である自民党と公明党はもちろん、立憲民主党と日本維新の会などの政党も賛成をし、日本共産党と令和新選組党が党として反対した。この JIGO の設立に関する条約の参議院での審議の状況を見ても、いかに日本共産党や令和新選組が、日本の安全保障という現実の問題に対し、非現実的な思考をしているのかを、改めて国民に晒したようにしか思えなかった。日本の政党の立ち位置、スタンスはひとまず置いておくとして、JIGO の設立の目的は、これまで、日本、イギリス、イタリアの GCAP、グローバルコンバットエアプログラム。3カ国の各政府が独自に行っていた、関連企業との契約を一元化することにある。JIGO に関する条約は、正式な名称を GCAP グローバル戦闘航空プログラム政府間機関の設立に関する条約といい、この推進にあたり、参加3カ国の政府間での効率的な協業体制の確立を目指すことが掲げられている。つまり、JIGO に関する条約とは、GCAP グローバル戦闘航空プログラムの管理について、参加する3カ国に調整を担うための国際機関を設立するものであり、事実上、同計画推進にあっての最高意思決定機関が JIGO となる。JIGO は、国際法並びに、参加3カ国の国内法において法人格を持つ組織体であり、その参加3カ国の代表によって構成される運営委員会のもとに、GCAP 実施機関を置き、そこには、主席行政官を配する構成となっている。GCAP 実施機関は、主席行政官によって、GCAP グローバル戦闘航空プログラムのトータルな運営、必要な契約締結、そして、年次ごとの予算や長期的な財政計画を策定し、3カ国の法令等に則った輸出管理並びに支援業務等を行うとされている。JIGO は、その本部をイギリスに置き、残る日本とイタリアとには、必要に応じて支部を設置することができると明記されており、本部をイギリスに置くという決定自体が、同国が主導権を握る可能性を危惧する声も日本にはある。さらに、日本の国内政治の場において、GCAP グローバル戦闘航空プログラム政府間機関の設立に関する条約に反対する勢力からは、同条約が、国家の安全保障上の利益を踏まえ、可能な範囲で、他の3カ国の輸出意図を支援すると、記述がある点が問題視されている。つまり、この規定が、GCAP グローバル戦闘航空プログラムを通じて共同開発。生産された戦闘機を、日本から第三国へ輸出することを認めたものと指摘されており、事実上殺傷能力を有する兵器を日本から海外輸出することにつながるとの見方だ。前述したように、GCAP グローバル戦闘航空プログラム政府間機関の設立に関する条約の参議院での決議に反対した日本共産党や令和新選組などは、実にわかりやすく、戦い後の日本に根強い特有の反戦思想を体現しているように思える。彼らは、日本がなし崩し的に殺傷能力を有する兵器を海外に輸出し、死の商人というような典型的な言葉で日本が誤った方向に進みつつあると強調しているようだが、兵器輸出に関する基本的な概念を理解していないと個人的には感じる。それは、日本政府がこうした GCAP グローバル戦闘航空プログラム政府間機関の設立に関する条約を締結することで、すぐにでも日本が兵器輸出国になるような物言いをしているが、兵器輸出とは、購入側が、総合的に、その導入利点を感じない限り、成立し得ない。その利点とは、兵器自体の性能はもちろんだが、購入する兵器の自国への
技術移転やアフターフォロー体制まで含めたトータルな支援が必須であり、残念ながら、日本の防衛関連企業がすぐに対応するには高すぎるハードルだろう。